はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は足を細くするためにはスクワットは禁止というテーマでお話しさせてもらいます。スクワットというのは腹筋の33倍の効果があると言われているぐらい、とても痩せるためには大切なエクササイズになるんですけども、足を細くするためにはスクワットはダメなんです。お腹というのは腹筋をすればお腹をへこませる力がつくのでやるメリットはあるんですけども、足を細くするためにスクワットをする、スクワットをしても筋肉というのはお腹と違ってへこみませんよね。筋肉が使われるだけです。筋肉は使うとどうなるか、基本的には太くなります。足痩せにはワイドスクワット、いろんな話がありますが、筋肉は使えば使うほど動きに耐えれるサイズになってきます。例えば40キロの方がスクワットを50回するとしましょう。体重は40キロです。仮に80キロの方が50回するとしたら、40キロの方が40キロの負荷を加えて50回やっているということになります。それは太くなりますよね、普通に考えても。そうなんです。じゃあどうすれば足が細くなるのか。それはスクワットではなくて、デッドリフト、グッドモーニング、この2種目をすることが足痩せには効果的です。使う部位の違いは、スクワットは前ももとお尻、グッドモーニングとデッドリフトはももの裏とお尻、そして背中を使うことができます。スクワットをすることによって腹筋と違って鍛えられる部位が多いということで、スクワットというのが効果的なんですけども、じゃあデッドリフトとグッドモーニングどうなのって話になります。そっちの方が使われる部位が多いです。体の後ろ全体を使うことができます。今までスクワットをして足が細くなったよって方、それは単純に痩せたからです。痩せるためにスクワットを行って脂肪が減ったからサイズがダウンしたっていう話になります。じゃあなかなかサイズがダウンしない場合、スクワットするとどうなるか。少しずつ足が太くなっていきます。回数を決めてそれ以上しない、重さを決めてそれ以上重くしない、そういったことを決めてやればもちろんいいと思います。ですが慣れてくるにつれて、必ず回数を増やしたり、セット数を増やしたり、負荷を上げたり、そうなってくるとサイズが上がってます。そうならないためにはデッドリフトとグッドモーニングで、ももの前を使わずにももの裏を使うというのが足を細くするために効果的です。そこで今回はたったの30秒足痩せに効果的なメニューを一緒にやってもらえたらと思います。それでは紹介していきます。はい、まずグッドモーニングデッドリフトをする前に、前のももに効いてしまったらいけないので、前もものストレッチをまず行っていきます。両足伸ばした状態から片足折り曲げます。つま先は外側を向けてください。このままお腹をへこませて寝っ転がります。これでまず曲げてる足の太ももの前をストレッチしていきます。しっかり伸ばしたいよって方はですね、膝を動かす感じで足を遠くに持っていくイメージで押さえつけてください。まずこれを10秒間伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対も同じです。つま先を外に向けて、お腹をへこませて伸ばせれる方は足を押さえていきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。それでは本番いきましょう。グッドモーニングとデッドリフトを紹介していきます。今回はデッドリフトを1種目、グッドモーニングを2種目紹介していきます。各10秒ずつなので30秒です。まずはグッドモーニングです。足を肩幅に広げます。膝を伸ばしたままです。手はお腹を押さえておきます。お腹を押さえることによって骨盤が立てられますので、しっかり伸ばすことができます。このまま前を向いて体を持ち上げる。お腹を手で押さえておいてください。膝を伸ばしたままです。こういう感じで10秒間行います。いきます。1、2、ももの裏が伸びてる感じがあると思います。3、4、体は少し向こうに持っていく感じです。5、6、7、
8910 OK です。2種目目は手を腰に当てます。今と同じように前かがみになります。これで膝を曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、これを10回繰り返していきます。体はスキーのジャンプのように体を前に伸ばしていく感じです。お尻があんまり出ないように体を前に持っていって膝を動かしていきます。10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。もう一種目はデッドリフトです。足幅は一緒です。つま先をまっすぐ向けて手をももに添えます。胸を張ります。このままお尻を出しながら足首まで手を持っていきます。膝が前に出ないように手で軽く押さえる感じでこのまま立ち上がります。もう一度いきます。お尻を出しながら膝が曲がりすぎると膝が前に出るので膝は立っている状態としゃがんでいる状態の間ぐらいです。10秒間いきましょう。いきます。1、2、お尻をしっかり出して3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。今の3種目を足痩せしたい人は行ってください。スクワットを今すぐやめてこの3種目に変えたことで足は細くなっていきます。それはなぜか、前ももに無駄についた筋肉が減っていくからです。痩せるためにもちろん筋肉は必要ですが、スクワットではなくてデッドリフトとグッドモーニングでも十分代謝を上げることができて、全身使うことができて、痩せやすくすることができますので、なかなか足が細くならない、足を細くしたい、そういった方はスクワットからチェンジしてみて、その経過というのをよかったらコメントの方でビフォーアフターなどお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。Thank you.